どうもこんにちは、かーちゃんです。今日皆さん勢ぞろいしてますね。自己紹介をどうぞ。なんで譲り合いしてんなんで譲り合いしてんだよみたいな。佐藤翔です。はい、浦和伝作のマスです。今日は僕が司会でクイズ番組じゃなくてですねですね、雨の日のライドの、お話をちょっとしようと思うんですが、まず最初にお断りしておきます。雨の日は自転車乗るもんじゃありません。本当ですね。自転車っていうのは、僕この自転車業界入っても10年以上経つんですけども、新たにお買い上げされるお客様とかに結構伝えていることとして、自転車って結構便利なんですよ。どれくらい便利かっていうと、原付にできることは大体全部自転車でできます、ね、だけど原付も自転車もできない厳しいことがあります。雨です。雨は原付も自転車もきついんですよ。やっぱりこれに関してはどうしても車とかにはかなわない部分があります。例えば顔にね、雨粒も当たりますし、もう体びしょびしょになるし、場合によってはちょっと免疫が低下して風邪ひいちゃうかもしれないね、というのがあるので、極力雨の日は乗りたくない、乗らない方がいいっていう話なんですが、人間、地球で暮らしていくとどうしても、雨が降ってきます。会社に行かないといけない、学校に行かないといけない、場合によってはライドの途中ですごい降ってくることもあるし、僕なんかの JBCF のレースでですね、群馬の山奥なんか行ったりするとしょっちゅう雨が降ります。なんでどうしても雨の中乗らないといけないことっていうのは当然あるんですね。なので雨の中ライドするときに気をつけたいこと、気をつけないといけないことっていうのをちょっと今日はね、トークのテーマとして、お題としてね、取り扱っていきたいかなと思います。この3人のメンバーの中だと直近でおそらく一番対策しないといけない男がいます。スタッフマスですね。雨の日のライドですが、まず第一に気をつけていることっていうのはありますか？そうですね、気をつけていることとしては、まず上半身、あとは手足、足先、これを守ることですね。上半身をやっぱり冷やさないことです。それと、あとはもう手袋するんですけど、その上にこれですね、これをつけたり、これニトリルの、ニトリルグローブ、グローブですけど、結構蒸れるんですけど、やっぱりそれでも風をしのげるんで、これをつけてもらって、で、足はベロトーゼっていう、写真載せておくんですけれども、ベロトーゼ、ね、これもゴム質のカバーですね、これで、足を守って、これニトリルグローブって、これは整備の時使うやつだよね。そうですね、これすっごい通気性悪いけど、通気性は悪いんですが、やっぱり濡れてる布をまとったまま風を受けるのが一番冷えるんですよ。確かに、なのでその湿気というか、こう蒸れて濡れてる分には別にこれつけてれば、冷たくはないです。ならないという感じですね。最近流行りだとワークマンとかでも売ってるテムレスってあるじゃん。テムレスあります。テムレス使ったことある？テムレスも使ってたんですけど、汎用のグローブの上にこれを使えるっていうので、あんまり使わないですね。テムレスも使ったけど、やっぱこっちの方が合ってですね。あとはやっぱりこうピチピチしてるんで、テムレスよりもバイクの操作感とかもこっちの方が僕的には好きですね。はい、という防水アパレルについての話なんですが、結構試したりした？いろいろ試しましたね。試した、それこそカッパとかで言うと、コンビニの雨具とかも、800円ぐらいかなで売ってるんですけれども、そういうの試しましたし、それこそ今使っているゴアテックスのゴアテックスあるよね、確かシェイクドライをなんかおすすめとか言ってたよね、そうですね、シェイクドライ、やっぱりコンビニで買えるようなそういうカッパはすごいとにかく蒸れるんですよね。蒸れるね。それも10キロぐらい走ると中身もびちょびちょみたいになるんですけど、そもそもコンビニのカッパだったりとか、ああいうスーパーとか安いところで売ってたりするカッパっていうのは自転車用っていうのはあったりするんだけど、基本的に自転車で10キロ走る人ってそうそういないんだなっていうのをね、駅から自宅まで乗る人用みたいな感じでね、だいたいせいぜい距離としては 1.5 キロぐらいだ、10キロなんか自転車乗るやつなんかいねえよみたいなね。しかも雨だね。で10キロ乗るやつもいねえのに、なんだブルベだと200キロだ。そうですね、この前600キロのうちの150キロ200キロぐらい雨降ってたんです。そうね、6月のブルベとかだとどうしても結構雨降ってるシーンとか多いね。でテムレスよりもマサク的にはこれがいい。そうですね。シューズカバーどうしてる？シューズカバーベロトーゼのシューズカバー使ってます。ベロトーゼか、やっぱり、あれが一番いい。実際僕もレースの現場だとベロトーゼ使ってる選手非常に多いですよね。やっぱあれ履きづらいっていう話があるけど、あれはそうですね、だいぶピチピチしてるんで、履きづらいですよね。格闘しながら履きます。そう、シューズカバーって他にも試した？そうですね、他にもこう、裏肝で、外側が防水のものとかも試したんですけど、結局もう完全ゴムのベロトーゼが一番強いなって。なんだかんだあれが一番いいということ。確かにシューズカバー僕も結構試した。モンベルのシューズカバーとかもあるよね、あれも防水出てるし、あとシマノ、僕普段使ってるシマノだったりとか、あとねネオブレンだっけっていう素材の、
なんだ防水カバーとかあるんだけど、うん、結局浸水するあんまり防水って感じじゃない。あとね手も足も抜けなくなる、うん、ぺったりくっついちゃったね、はい、そうだからなんかやりづらいってなる。逆に佐藤さんとかは結構雨の日通勤とかで通勤でも雨の日に乗ってこないか。いや乗ってはいたんですけど、うん、もうなんかそこまですごい長い距離じゃないから、うん、濡れる前提で。あ、濡れる前提で、まあ、カバーもするんですけどカバーも汚れ止め程度の、本当にそんなにすごいカバーで、まあ、例えばパリズミとかのレインカバーとかあるんですけど、うんうん、もう靴とか足が汚れない程度でいいやみたいな、はいはい、あ、じゃあもう水没前提で、そうで寒い時期は、まあ、基本電車になっちゃうので、はいはい、そこまで、うん、濡れちゃうと不快じゃないですか。すごいね、そう靴の中とか ね、ああいうのはどうするんですか。もう裸足もう靴下履かないの。履かない、短いから距離が履かない、距離短いから裸足。靴下もめっちゃ汚れるじゃないですか、砂とか入って。ああ、ね、ね、汚れますよね。だからもう洗うのもめんどくさいんで、まあ、雨の日は裸足で。僕のおぬぬめはやっぱりメリノウール、メリノウール、メリノウールの靴下とか手袋とかウォーマーとかは水分含まないんで乾きやすい、うん、かけてし、ね、あと臭くならないね。なんか雨水含むと臭くなるじゃないですか。そう、ああいうのもメリノウールの素材のやつだとあんまりなんない。だからブルベとかで雨が降りそうだなっていう時は結構夏場でもメリノウール の、 靴下とかウォーマーとか手袋とか使うことは多かったな。そう、あれは防水じゃないんでめっちゃ浸水するんだけど通気性がいいんで結構乾くみたいな、で保温性もいいっていうのがあったね。やっぱりね、羊は最高だっていうことで。あ、メリノウールってメリノー種ですね。メリノー種の羊のウールを使ってる、ね、そうそうそう、メリノー種。そうそうそう。他はやっぱり、うん、この着るにあたって気をつけてることあるんですか。あれでもやっぱ汗抜けですかね。あ、やっぱ汗抜けしないともうなんかほんとぐっしょりになっちゃうんで。なっちゃうね。どっちで濡れる、雨なんだか汗なんだかみたいな、うん、はいはい、まあ、あとはあれですかね、着るカッパの性能によって強度を上げるか下げるかっていう、うん、コンビニのカッパとかだと強度を上げるともう一瞬で中が蒸れてしまうんで、うん、まあ、あまり強度上げられないと、はい、シェイクドライみたいな、ああいう通気性がすごい高いやつだと、まあ、中強度、まあ、高強度だとちょっとしんどいですけども、うんうん、まあ、そこまでこう中が浸水というか蒸れなくて済むのかな。ああ、はい、一般的には体のコアを冷やすとやっぱりちょっと体調を崩しやすいから、やっぱりコアの方はあんまりその体温を奪わないようなレイヤーをして、うん、で、末端とかは、まあ、防水っていろんなアイテム出てるけど結局水没するので、うん、あ、水没しないものはない。ないですね。ないよね。なので水没前提で、まあ、僕はブルで走ってて、うん、まあ、念のため予備の上半身の着替えを持っとくみたいな、ジャージを 1,2 枚持っとく、うん、それでそんなにかさばらないんで、はいはい、っていうのをしてますね。各メーカーいろいろ防水だの、メンブレンだの、なんかネオブレンだのいろいろあるんですけど、水没はすると結局水没しますね。結局は水没をするということですよね。テムレスとかあれ水没しないのかな、本当に。いやー、ちょっと分かんないですね。そこまで僕は50キロぐらい使ったんですけど、その時は水没しなかった。あ、しなかった。まあ、テムレスとかは結構、まあ、そういうちょっと丈夫なのもあるけど、まあ、基本水没するよということですね。走るにあたっての注意点ですね、うん、雨の日のライド、なんか佐藤さんとか経験上気をつけてることがありますか。まあ、従来今までだとリムブレーキだったじゃないですか。あ、リムブレーキですね。早め早めにブレーキかけないと、うん、止まんないですよね。止まんないですね。想定より 10m、20m 手前からブレーキいっとかないと、はいはいはい、例えば下り走ってる時とかは最初止まる前にちょっとどれぐらい効くかってすごい当て聞きみたいな、ポンピングみたいなのやりますよ。そうですね。そうそうそう。とかリムブレーキだとやっぱりその水を飛ばすためにバリバリバリってちょっと効かせてから、ギューってしてからやってからちゃんと本ブレーキかけるみたいなのあったりするよね、うんうん、そうそうそう。増田君とか走ること気をつけてることありますか。まあ、そうですね、下りとかだと、まあ、リムに砂利とかがついてることあるんで、まあ、そのキュッキュッってやってちょっと飛ばしてから、はい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 、まあ、本ブレーキですね。あと制動距離も長くなって、まあ確かに確かに、まあ、前々からブレーキかけて、はい、ディスクブレーキも結局は雨降ってディスク濡れると効かなくなるよね、うん、
まあ晴れの時より落ちますね、うん、そう僕はシクロクロスがそのディスクブレーキでレースやってんだけど最終戦の日沼とか、うん、土砂降りの雨でドロンコの中やったんだけど、うん、もうディスクでも効かねえもん効かねえなと思ってそうあれ油圧ディスク でローターがねなんだっけなスイスストップのローター使ってたんですよ、うん、でまあスペック的にはまあまあ効くんですけどまあなんかあんな雨になるとやっぱ効かないですねやっぱディスクは雨に強いとか言うけどあんなにびしょびしょになっちゃったらあんま変わんないなとかもちょっと思ったね、うんあとはタイヤのグリップとかもあるんじゃないですか水があるとだけ相当変わっちゃうんでう、ね、特に雨降ると道路にその水たまりできるじゃないですかで水たまりができるとそこにあのゴミが集まってくるのね、うんそうあの流れてくるから水でねそうするとそこ水たまりの中入っちゃうとタイヤパンクしちゃうリスクっていうのも結構多い、ね、だから水たまりを避けて走るっていうのはやっぱりその完全に体が濡れないようにするっていうのもあるんだけどあのバイクのトラブルを防ぐっていう部分があったりしますなんで、まあ、通勤とか乗ってる方とかだとねやっぱ避けますよね水たまりとか基本避けます、ね、あとわだちだったりとかああ避けますねああいうのを避けて走った方がパンクとかのリスクも少ないよってあと、まあ、僕の経験則なんですけどカーボンブレーキにリムブレーキねカーボンホイールのリムブレーキのやつねあれはあんまり効かない雨降ると悲惨に効かないって言われてるじゃないですかだけどね AC3 効くんですよ AC3 効きますね、そう AC3 効きますね AC3 すっごい効くんですよあれ雨でも、ね、なんかあんま大したことなさそうなんだけど、うん、やっぱ効くんですよね効くんですよかなり効きますねぶっちゃけアルミリムのやつよりカーボンリムの AC3 の方が効く雨降ってても晴れててもすっごい効くあれ特にカンパニオーロの赤いサイドが赤いブレーキシューあるじゃないですか、うん、あれいいですよねあれ最新のやつなんですけどあれもすっごい効くんですよだから僕この間群馬であの土砂降りの CSC のレースだったんですけど、うんまあ、普通にディスクブレーキと遜色ないぐらいで普通に走れてたもんだからあの AC3 はあれ使いすぎると摩耗しちゃってなくなっちゃうんだけどでもあれはいいものだすごいよ AC3 買いましょうそうなのでカーボンブレーキって言ってもあのカーボンホイールであのリムブレーキって昔やっぱ全然効かないってイメージだったんだけど最近のやつでやっぱりそのね効くように加工されてるやつ、うん、ジップもあるよねありますね、ね、あるよねジップとかもね、うん、あれも多分結構効くんじゃないかなと思います、ね、見た感じでもうあこれはって感じとかあと NB も確かなんか表面ブレーキ加工されてるのあるよね、うんうん、なんかザラザラ加工されてるなんかあの辺になってくるとむしろツルツルのあのアルミより効くんじゃないか説が僕の中では結構あって、うん、いや多分なんか効く感じはしますね普通に効くよねあれね、うん、でブレーキシューによっても効く効かないっていうのが結構あったりする増田君とかこだわってるブレーキシュー、まあ、そうですね僕はカンパの赤いやつですね、他は BBB のカーブストップとか使ってるんですけどあーカーブストップ、ね、前コルク使ってた時とかあんまり効かなかったですねだからブレーキシュー自体もコルクだったりとかはやっぱりその攻撃性をね減らそうっていうんで、うん、ホイールの保護のための側面が強いのでそういうのはなんかホイール削ったりとかホイールには優しいんだけど制動力に関してはちょっと一歩を取る、うん、まあその辺実はブレーキシューも奥が深い世界なのでまあ、結構シビアコンディションで走る方とかは気にされてもいいかなという感じがあったりしますね、うん、その他なんか雨の日でここ気をつけた方がいいよってあったりしますでしょうかあとは視界が悪くなるんで、うんあそうね、顔を守るというか目を守るんですかねあ確かに確かにあんまり雨粒とかが目に入っちゃうとそれゴシゴシしてるだけで結構危ないんで、うん、そうねその視界の確保っていうのを確実にやらなきゃなアイウェアとかつけるアイウェアはつけないあつけないんですか、はい、ない方がいいつけない方がいいですねアイウェアやっぱりこう水滴がポツポツしちゃうんで、うんはいはいはい、多分アイウェアつけて走ると事故りますね特に梅雨の季節だと曇りやすいよね曇りやすいです ね、うん、ちょっと止まっただけですぐ曇っちゃうので、まあ、ちょっとその辺は気をつけないといけないやっぱりこれかサイクルキャップかそうですねサイクルキャップでちょっと長めにしといて、はいはい、でまあ雨がしのぐまあ確かに確かにパールイズミのクリアパネルになってるんだからねあそうなんですか、うん、あのここ全部つばがクリアのパネルになってて、はいはいはい、一応帽子なんだけど、はい、帽子に防水性はないんだけどここがクリアだからこうかぶってても前が見えるあ前見えるでつばがないんでえそれヘルメット違うのいや帽子あ帽子あるインナーキャップでそういうのあるんですよへえそういうのもある今でも売ってるんじゃないかと思うんですけどね自分なんかそう雨の日はよく使ってましたねあクリアって結構白くなってきちゃうイメージあるけどそれは結構使えたんだ多少ね雨水つくんですけど、うん、でもまあサングラスしてるわけじゃないんでこういう感じで、はいはい、見えるは見えてました、ね、
自分なんかはやっぱりその確かにサイクルキャップつけると、うん、ある程度その雨水を防げるんですけど、うんうん、レースだと前走車でドラフティングつくじゃないですか、もう、はいはい、下からね、しぶきがもうこれ、こんなになるじゃないですか、微妙に顔だけ受けながらみたいなるじゃないですか、そうそう、だから僕は結構アイウェアつけたりすること多いです。でオークリーのジョーブレーカー、そう、最近流行りのレンズでかい系、はい、そうそうね、レンズはプリズムローライトっていうすごい薄い取れるようなやつを、はい、雨の日はあれ使ったりするんだな。そう、シクロクロスでもね、結構天気悪い時はローライトのレンズ使うんだけど、薄いピンクですね。そうそうそう、あれだと結構その影と影じゃないところのコントラストとかも見分けやすくなるので、うん、なんでレンズとかはなんかそれ使ったりすること多いかな、雨の日だとね。そうです、あとはもうこれをもとに実践で試してもらうしか、試してもらうしかないという感じですね。はい、というわけでですね、今日はですね、スタッフ勢ぞろいで雨の日のライドについてグダグダトークしました。なんか本当にね、まあ結論として雨の日は走るもんじゃないというのと、どんなもの着ても水没するよという感じですね。ちなみに僕はここにちょっとねこういうの持ってきてるんですよ。これはい、まあ、今日も雨だから着てきたんだけど、これゴアテックスの、はい、なんだっけな、レインダンサージャケットかな、モンベルのね。これすごいブルベでも使ってて、まあ、もうちょっと体型がすごい変わっちゃって、これもうなんか自転車に乗るとき用というよりもなんか普段着用になっちゃってるんだけど、まあ、こういうねゴアテックスとか着ると結構ある程度快適です。やっぱり全く濡れないってことはないんですけれども、やっぱりある程度そのコアが濡れて、汗びえとか、濡れて冷えるのを防いでくれるという感じですね。ゴアテックスちゃんと洗ってる？まあ、もちろん洗ってるね、はい、そう、昔の人とかだとこういうゴアテックスとか防水加工っていうのが表面のコートだと思ってる人が多くて、でこういうのをなんか洗うと剥げちゃうんじゃないのっていうのは結構あるじゃないですかね、なんか昭和生まれの人とかね。だけどこのゴアテックスっていうのは構造でなんかそうですね、水蒸気は中から飛ぶけど、そうこっち側からは雨粒が入らないっていうのが、その構造上そうなってるものなので、逆にこれ洗わないと表面が汚れてそこに水分含んじゃうらしいんですよね、うんうん、だからこういうのはなんかゴアテックスはちゃんと洗った方がいいっていうのがあるそうなので、まあ、最近はやっぱりその昔と違って防水撥水機能っていうのもやっぱりなんか表面をコートするだけじゃなくて、生地の構造から変わってたりするっていうのが結構あるみたいなんで、まあ、もしちょっとね雨のライドとか気にされてる方とかいるようだと、高いんだよねこれね。高いですね、3万円ぐらいしますからね。そうだって、ね、なんか声優とかのカッパだとさ2000円とか3000円で買えるじゃないですか、ね、声優とかダイソーとか島村とかさ、ダイソーはもう100円で売ってますね。そう、売ってるじゃないですか、ね、比べて3万円ですよ。はあ、アホ臭くなるじゃないですかこんなんね。でそれだけどやっぱりねこれすごい快適なんですよ本当にね。なのでぜひこういったね雨のライドを乗る機会ある方だったらゴアテックス使ってみたりとか、今のトークをちょっとね参考に持ってもらうといいかなと思います。というわけで今日はですね、浦和店から雨の日のライドについて、お届けいたしました。参考になるかなこんな話でね。なると思います、ね、なるのかな、なんか本当にね取り留めのない話でしたけども、はい、ぜひもしこういったテーマでお話ししたいなという、リクエストありましたら、コメント欄の方によろしくお願いいたします。バイバイ。バイバイ。